先駆けは日本の宇宙科学研究所が初めて打ち上げた惑星間空間探査機である。1985年1月8日に鹿児島宇宙空間観測所から M-3SII ロケット1号機で打ち上げられた。先駆けはハレー彗星を探査する彗星の試験探査機として打ち上げられた。ハレー彗星の探査のかに新たに改良された M-3SII ロケットの性能確認や、新宇宙探査技術の習得などを目的としていた。島駅である水星と異なり、先駆けには、撮像装置は搭載されていない。先駆けの打ち上げに先立つ1984年10月31日には、プラネット計画のための受信アンテナとして、薄田空空間観測所が新設され、64。 メートルパラボラアンテナが建設された。1986年3月11日には国際協力による探査機群ハレー艦隊の一員としてハレー彗星に699万キロメートルまで接近し彗星付近の太陽風磁場やプラズマを観測した。1987年に日本の探査機としては初の地球スイングバイを行って軌道を変更し、 1992年1月7日から1月9日にかけての地球スイングバイで日本の探査機として初めて地球磁気圏の尾部から東部へと突き抜ける磁気圏断面観測を行った。1992年の地球スイングバイによってさらに軌道を変更した先駆けは地球と並走して太陽を交点する軌道に投入された。以降の先駆けは時折 地球の引力圏内に入りながら、地球からの距離を4000万キロ以内に保ち、太陽風と地球磁気圏との相互作用の観測を行った。1998年には、ジャコビニツナー水星への接近観測を行う計画も検討されたが、推進剤が不足していたために断念され、1999年1月8日に探査機の送信機が停止されて運用を終了した。 ありがとうございます。